ちは。今回は高級車に乗る女性芸能人というテーマにスポットを当ててみたいと思います。華やかな芸能界で活躍する女性たちの中には、その成功とステータスを象徴するような豪華な高級車を所有している人も少なくありません。単なる移動手段以上の意味が込められており、ライフスタイルや個性を反映するアイテムとしても注目されています。高級車を所有していることで知られる女性芸能人たちを紹介します。高島礼子、メルセデスベンツ E320。 高島礼子さんは日本の女優タレントです。1987年レースクイーンとして芸能活動を開始し、翌年に CM でデビュー。その後、松平健さんの推薦で暴れん坊将軍3でドラマ初出演を果たし、本格的に女優としての道を歩み始めました。1996年には任侠映画かげろうシリーズで注目を集め、1999年には極道の女たちシリーズで4代目極妻を務めました。その他、日本アカデミー賞の優秀助演女優賞を受賞するなど、幅広い役柄をこなす実力派女優として活躍を続けています。高島礼子さんはその優雅な雰囲気と確かな演技力で広く知られる女優であり、さらに車に対する深い愛情を持つことで知られています。高島礼子さんは若い頃から車に強い関心を抱き、その興味はやがて外国車への関心へと広がっていきました。18歳で初めての車として日産ラングレーを購入し、その後トヨタチェイサーを母親から譲り受けた高島礼子さんは、次第に車に対するこだわりを深め、アウディ8や BMW 3シリーズといった外国車へと移行していきました。特に高島礼子さんにとってメルセデスベンツ E320 は特別な存在でした。30歳を迎えた時、長年の目標であったこの車を手に入れることができた高島礼子さんは、18歳の頃から30歳になったら必ずベンツに乗ると決めていたことを明かしています。当時の時代背景として、車にお金をかけることが一種のステータスシンボルとされており、高島礼子さんもその流れに乗っていました。服装や食事にはあまりお金をかけない一方で、車だけは自分の理想にかなったものを選び続けてきたというこだわりを持っていたのです。メルセデスベンツはそのブランドとしてのステータスとともに、 E クラスが高級車としての地位を確立しています。 E クラスの価格帯は687万円から1774万円と幅広いものの、いずれにしても高級車の範疇に入ることは間違いありません。高島礼子さんが手に入れたメルセデスベンツ E320 もその高級感と信頼性で高島礼子さんの期待に応えたことでしょう。高島礼子さんにとってメルセデスベンツ E320 は単なる移動手段以上の存在でした。結果的に高島礼子さんにとってメルセデスベンツ E320 は自身の成功を誇りとし、未来への投資とするための象徴的な存在であったと言えるでしょう。松たか子、ボルボ V70。 松たか子さんは日本を代表する女優、シンガーソングライター、声優です。1977年6月10日、東京都に生まれ、松本白鸚さんを父に持つ名門芸能一家に育ちました。1993年に舞台でデビューし、その後テレビドラマ、ロングバケーションや、ラブジェネレーションで広く知られるようになりました。さらに、映画、ビヨンの妻やアニメ映画、アナと雪の女王での活躍も目覚ましく、多くの賞を受賞しています。また歌手としても成功を収め、 NHK 紅白白歌合戦の司会を最年少で務めたことでも有名です。松たか子さんの愛車として知られるボルボ V70 は、その選択に松たか子さんの堅実で上品な人柄が反映されています。ボルボ V70 はスウェーデンの自動車メーカーであるボルボが製造する高級ステーションワゴンで、その特徴には高い安全性、快適性、そして実用性が挙げられます。ボルボは世界一安全な車として広く認識されており、松たか子さんがこの車を選んだ背景には、安全性を最優先する松たか子さんの価値観がうかがえます。また松たか子さんは家族思いの人物としても知られており、家族全員が快適に過ごせる広々とした室内空間を持つこの車は、松たか子さんの生活スタイルにも合致していると言えるでしょう。
ボルボ V70 の価格は新車で400万円台後半から600万円台と一般的な車と比べると高価です。具体的なスペックはモデルやグレードによって異なりますが、通常 2.0 リットルから 3.0 リットル程度の排気量を持つエンジンを搭載し、前輪駆動または四輪駆動が選択可能です。燃費性能も比較的良好で、特にディーゼルエンジンモデルはさらに燃費が優れています。松たか子さんがこのような堅実なモデルを愛車に選んだ理由として、安全性と実用性に加え上品で控えめな高級感が大きな要因であると考えられます。松たか子さんは華やかな芸能界で活躍しながらも、プライベートでは派手さを避け落ち着いた生活を送ることで知られています。松たか子さんの車選びにもその姿勢が現れていると言えるでしょう。さらに松たか子さんがフォークリフトの免許を持っているという事実は、松たか子さんの多彩さと意外性を感じさせます。このように松たか子さんは表向きはシンプルで堅実な人物でありながら、内には多くの側面を持つ非常に魅力的な人物です。松たか子さんの選択する車にも、そのような松たか子さんの個性がしっかりと反映されていると言えるでしょう。後藤久美子、フェラーリディーノ。後藤久美子さんは女優、モデル、タレントです。愛称は後久美で、1984年に芸能界デビューしました。後藤久美子さんの代表作には、映画「男はつらいよ」シリーズがありますね。16歳の時に山田洋次監督の目に留まり、マドンナ役を2作連続で務めました。他にも、テレビドラマ「ママはアイドル」や「太平記」に出演し、その演技力が高く評価されています。後藤久美子さんは若い頃から国民的美少女として知られ、その美貌と才能で注目を集めました。後藤久美子さんは長年にわたって日本の芸能界を代表する存在であり、その美しさと才能で多くのファンを魅了し続けています。2024年8月10日に放送されたフジテレビジャンクスポーツに出演し、久しぶりにテレビで姿を見せたことで話題となりました。この日の放送は一流アスリートの息子スペシャルとして、後藤久美子さんと元 F1 レーサーであるジャン・ガレジさんとの間に誕生したジュリアーノ・ガレジさんが登場し、彼の日本でのカーレーサーとしての活躍が取り上げられました。スイスに住まいを構え、セレブリティな生活を送っている後藤久美子さんに対して、 MC のダウンタウン浜田雅俊さんから、車は何台所有しているかと尋ねられると、後藤久美子さんは、車ね、何台あるんでしょうね、よくわからないと多数の車を所有していることを明かしました。しかし自身の車についての詳細な質問には、最初は私は別に普通の普段の車と答えるにとどまり、具体的な社名を出すことを躊躇しました。浜田雅俊さんが絶対に言えへん、後久美と突っ込むと、後藤久美子さんは言ったって構わないんですよと渋々ながらも、20歳の記念に買ったディーノ、同い年の1974年のディーノがあってと、後藤久美子さんの愛車がフェラーリのクラシックカーであるディーノ 246GT であることを明かしました。この発言に対し、浜田雅俊さんをはじめとするスタジオの出演者たちはディーノと驚き、後藤久美子さんがディーノってフェラーリなんですけどと静かに説明した瞬間に、浜田雅俊さんは、ユータ、ユータ、フェラーリってユータと大げさに驚いてみせ、スタジオに笑いが広がりました。後藤久美子さんがディーノを購入した背景には、当時の後藤久美子さんが仕事に追われ心身ともに疲弊していた状況がありました。後藤久美子さんは自分より長生きしてくれる同い年の何かが欲しいと考え、その思いを具現化したものがこの D の 246GT でした。この車は1974年製で、後藤久美子さんが20歳の誕生日を迎えた際に自ら購入したものであり、特別な思い入れがあります。 D の 246GT は現在では非常に希少価値の高いクラシックカーとして知られ、黄色の車体はひときわ目立ちます。その美しいデザインとエンジンのパフォーマンスは多くの車愛好家からも高く評価されており、後藤久美子さんが所有するモデルはその希少性から非常に高額であると推測されます。また後藤久美子さんは
2024年に行われた愛車が高級会社でかっこいい美女芸能人ランキングで1位に選ばれており、この D の 246GT が後藤久美子さんの象徴的な存在であることが認識されています。石田ゆり子、メルセデスベンツ。石田ゆり子さんは東京都出身の女優、エッセイスト、ナレーター、タレント、そして歌手です。高校生の時に自由が丘でスカウトされ、1987年に全日空のキャンペーンガールとしてデビューしました。翌年ドラマ海の群生で女優としての活動を開始し、以降多くのドラマや映画で活躍。2005年には映画北の霊年で日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞しました。また石田ゆり子さんはエッセイストとしても活動し、2018年にはフォト&エッセイ集リリー日々のかけらが出版され、広く支持を受けました。近年では音楽活動も積極的に行っており、リリー名義で楽曲を発表しています。石田ゆり子さんはその透明感のある優しいイメージとは異なり、趣味としてドライブを楽しむことを公言しています。日常から離れ一人の時間を大切にする石田ゆり子さんは、たびたび自由気ままに車を走らせることがあります。驚くべきエピソードの一つとして、気がついた時には新潟県までドライブしていたという話もあります。過去に石田ゆり子さんが所有していた愛車はメルセデスベンツの CLS クラスで、この車はメルセデスベンツ E クラスを元にデザインされたより高級感のあるモデルです。現在石田ゆり子さんがどの車を使用しているかは明らかにされていませんが、石田ゆり子さんの以前の選択を考えると、メルセデスベンツの C クラスか再び CLS クラスを選んでいる可能性が高いと推測されます。さらに石田ゆり子さんは以前インスタグラムに自身の車のメーターを撮影した画像を投稿し、その時の走行距離が 31,313 というエンジェルナンバーを示していました。このことからも石田ゆり子さんがどれだけ車に愛着を持っているかが伺えるでしょう。また石田ゆり子さんはテレビドラマや映画での役割の中で車を運転するシーンも多く、その際の自然な運転技術が視聴者に好評です。石田ゆり子さんの車に対する情熱はプライベートな趣味だけでなく、仕事においても石田ゆり子さんの魅力の一部として映し出されています。キキキリン、バンデンプラプリンセス。キキキリンさんは日本の著名な女優で、得意な個性と幅広い役柄で知られています。1943年に東京都で生まれ、1961年に文学座に入団し、結城千穂という芸名で女優活動を開始しました。テレビドラマ寺内貫太郎一家や時間ですよで人気を博し、後に映画東京タワーオカンと僕と時々オトンや万引き家族などの作品で多くの賞を受賞しました。また個人事務所キリン館を設立するなど独自の道を歩みました。キキキリンさんの生涯は常に挑戦と創造に満ちていました。キキキリンさんは独自のスタイルと深い知識を持つ女優として知られていましたが、その愛車へのこだわりもまた特筆に値します。特に注目すべきは、キキキリンさんが所有していたバンデンプラプリンセスという英国の高級車です。この車は外見こそクラシックな風格を持ちながら、その内部はユニークなカスタマイズが施されていました。バンデンプラプリンセスは英国の自動車メーカーが手掛けたエレガントで豪華な内装が特徴の車両です。しかしキキキリンさんが所有していたこの車は外見はそのままに、エンジンと車内が日産のマーチに変更されていました。このカスタマイズはキリンさんが車を手に入れる前から施されていたものです。キリンさんはこのユニークな車を1999年に友人である浅田美代子さんに譲り渡しました。1999年、キキキリンさんは浅田美代子さんにこのバンデンプラプリンセスを譲りました。当時浅田美代子さんの母が入院しており、頻繁に病院に通う必要があったものの、自宅にある車が大きすぎて不便を感じていたそうです。そこで浅田美代子さんは以前からキリンさんが乗っていたバンプラに目をつけ、可愛くて小さくていいなと思い、キリンさんに欲しいと申し出たところ、キリンさんは快く車を譲ったということです。
この車は浅田美代子さんにとっても特別な存在となり、以降21年間走行距離8万キロメートルに達するまで乗り続けています。車の外観はクラシックでありながら、内部のカスタマイズによって快適な走行が可能で、エアコンも正常に動作しています。浅田美代子さんはこの車に対し非常に愛着を持ち、一生乗りますとまで語っていますが、部品の調達が困難なため修理には苦労が絶えないとのことです。それでも浅田美代子さんはこの車に対してキリンさんの魂が宿っていると感じ、簡単に手放すことは考えていません。中山美穂、日産プレジデント。中山美穂さんは1982年から1984年までモデルとして活動していましたが、1985年シングル C でアイドル歌手としてデビューしました。それ以降女優、歌手、タレントとして多岐にわたる活動を続けています。2023年12月4日には約20年ぶりとなるニューアルバムぬふぬふをリリースし、音楽への情熱を再び示しました。中山美穂さんは1980年代にアイドル四天王として華々しく活躍していた時期、日産プレジデント250型を愛車として使用していました。プレジデントは当時日産の最高級車であり、その威風堂々とした姿は政治家や右翼などの著名人たちにも愛されていました。中山美穂さん自身が運転することはなく、専属の運転手がついていたとされています。これは当時の若者やファンにとって、中山さんが持つ突っ張り少女というイメージとは一線を画すものであり、多くの人々が驚きを持って受け止めたことでしょう。日産プレジデントは1973年から1990年にかけて生産されていた2代目モデルで、特に中山美穂さんが愛用していた250型は 4.4 リットルの V 型8気筒エンジンを搭載し、その巨体ゆえに操作が難しかったと言われています。この車種はその豪華さと力強さから、当時のエリート層に高く評価されていたこともうなずけます。さらに中山美穂さんは日産車との縁が深く、アイドル時代には日産パルサーや日産セフィーロの CM にも出演していました。これにより日産との関係が強固であることがうかがえます。当時常盤貴子さんの所属していた事務所の車がプレジデント JS であったとの情報もあり、事務所全体で日産車への信頼が厚かったことが推察されます。アイドル時代を経て中山美穂さんは初めての愛車として赤いアウディを購入したとも伝えられています。この車はおそらく3代目80モデルであり、常盤貴子さんの新しいスタートを象徴する一体だったのでしょう。理科、メルセデス・ベンツ S クラス。現在はセレブな実業家、ファッションモデルのイメージが先行している理科さんですが、芸能活動に積極的だった頃はテンションが高いバラエティタレントとしても活躍していました。その頃の理科さんを知っている人は、リカさんが現在ハワイでセレブ生活を送っていることに衝撃を受けるかもしれませんね。愛車はメルセデス・ベンツ S クラスを愛用しているそうですが、ハワイへ新居を移してからは別の高級車に乗り換えたか、メルセデス・ベンツ S クラスも含めて複数の高級車を所有している可能性もあるでしょう。華原朋美、アストン・マーチン・ラゴンダ。消失ファミリーの人気歌手として1990年代のミュージックシーンを圧巻した華原朋美さんですが、交際していた小室哲哉さんとの破局を皮切りに波乱の人生を歩んだことでも有名です。あまりにも女性らしすぎるほどのナイーブな性格は多くの女性も共感できるのではないでしょうか。華原朋美さんが愛用している車は1990年まで製造されていた高級車アストン・マーチン・ラゴンダです。未だ中古車で1000万円近い高価格で取引されているほどの人気があるので、入手は少々困難かもしれません。黒木ひとみ、ジャガー XJ。 黒木ひとみさんは日本の女優、タレント、司会者、歌手、そして映画監督として知られています。1960年10月5日に福岡県八女市で生まれ、幼少期から剣道やピアノに親しみました。高校時代に宝塚歌劇団に魅了され、1981年に宝塚歌劇団に入団。2年目で月組トップ娘役となり、その後映画「化身」や「失楽園」で注目を浴びました。1991年には結婚し、
女児を設けています。近年では映画監督としても活躍中です。黒木ひとみさんは宝塚歌劇団出身の大女優として、その華やかなキャリアとともに愛車選びにも特別なこだわりを持ってきたことで知られています。特に黒木ひとみさんが愛用しているジャガー XJ は、黒木ひとみさんの成功とステータスを象徴する一体であり、その選択には深い意味が込められています。黒木ひとみさんが初めて手に入れた愛車は1984年頃のホンダシティカブリオレでした。これはオープンカーへの憧れから選ばれた車で、当時の黒木ひとみさんの心情を反映しています。若き日の黒木ひとみさんは自由な風を感じながら走ることに魅力を感じていたのでしょう。その後1987年頃にはサーブ900ターボを選びました。この車は海外で一目惚れして購入されたもので、黒木さんのグローバルな視点と独自の美学を垣間見ることができます。しかし黒木ひとみさんの車選びはその後より洗練され、高級感を追求する方向へとシフトしていきました。3代目の愛車として選ばれたのはデイムラー W6。 この車は V 型12気筒エンジンを搭載した高級サルーンで、黒木ひとみさんがより成熟し落ち着いた大人の女性としての自分を表現するために選んだ車だと考えられます。そして現在の愛車ジャガー XJ はその選び抜かれた車歴の中でも黒木ひとみさんのキャリアの集大成を象徴する存在です。ジャガー XJ はイギリスの高級車メーカーであるジャガーが製造する最上級サルーンモデルであり、その優れた走行性能と高級感あふれるデザイン、内装が特徴です。さらに最新の技術を搭載しており、価格帯も977万円から2000万円程度と非常に高価です。まさに大女優である黒木ひとみさんにふさわしい一台であり、この車は黒木ひとみさんのステータスと品格を体現しています。黒木ひとみさんにとって車は単なる移動手段以上の存在であり、永遠のボーイフレンドと表現されるほど大切なものです。黒木ひとみさんの車選びは常にその時々の人生のステージや黒木ひとみさん自身の好みを反映してきました。初期のオープンカーから始まり、次第に高級サルーンへと移行し、現在のジャガー XJ に至るまで、その選択は黒木ひとみさん自身の成長と成功を象徴しています。このように黒木ひとみさんの愛車遍歴は黒木ひとみさんの女優としての成功とともに進化し、より高級で洗練された車へと移行していったことを示しています。和田アキ子マイバッファ。和田アキ子さんは歌手、タレント、司会者として広く知られています。星空の孤独で歌手デビューし、不良番長一攫千金で女優デビューを果たしました。さらに第21回 NHK 紅白歌合戦に初出場し、代表曲あの鐘を鳴らすのはあなたが大ヒット。和田アキ子さんは和製 R&B の女王と称されます。また TBS の長寿バラエティ番組アッコにお任せの MC を務め、そのキャリアをさらに広げました。和田アキ子さんは日本の音楽バラエティ界で長年にわたり活躍してきた大御所として知られていますが、その一方で高級車愛好家としても注目されています。特に和田アキ子さんの愛車として有名なのがドイツの高級車ブランドメルセデス・マイバッファです。この車はその圧倒的な存在感と希少性から、多くの芸能人や富裕層の間でステータスシンボルとして知られています。和田アキ子さんが所有するマイバッファは価格が5000万円から1億5000万円に及ぶ超高級車です。この車はその豪華さと快適さで世界中の富裕層を魅了しており、日本国内でも非常に限られた人々しか所有していません。メルセデス・マイバッファはもともと1909年にドイツで創業された高級車ブランドで、現在はメルセデス・ベンツの最高級モデルとして位置づけられています。全長はメルセデス・ベンツ S クラスよりも20センチほど長く、後部座席は最大 43.5 度までリクライニング可能な設計となっています。このような仕様は長時間の移動でも快適に過ごせるよう考えられており、クーリングボックスや専用テーブル、テレビモニター、空気清浄機、フレグランス機能などの充実した設備が揃っています。
和田アキ子さんがこのマイバッファを所有していることは、和田アキ子さんが日本の芸能界で築き上げた地位と成功を象徴するものと言えるでしょう。和田アキ子さんの車はそのサイズと存在感で時折話題になり、都内でその姿が目撃されるたびに、和田アキ子さんの圧倒的な存在感が改めて確認される瞬間でもあります。また同じく芸能界の重鎮である北島三郎さんもマイバッファを所有していると言われており、まさに芸能界のドンにふさわしい車選びです。マイバッファは非常に希少な車種であり、日本国内での推定台数は約150台とされています。この車は並行輸入のメリットが少なく、正規ルートでの購入が主流です。これによりマイバッファの所有者はその車の品質や価値を最大限に享受できるのです。和田アキ子さんのマイバッファ所有は、和田アキ子さんの芸能界における確固たる地位を象徴しており、その希少性と豪華さが一層和田アキ子さんのカリスマ性を引き立てています。工藤静香、フェラーリ F355 スパイダー。工藤静香さんは1984年にセブンティーンクラブの一員としてデビューし、その後おにゃんこクラブのメンバーとして活動しました。1987年には禁断のテレパシーでソロデビューを果たし、80年代後半から90年代前半を代表する女性歌手の一人となり、アイドル四天王と呼ばれました。また笑った際や顔をしかめた際の独特の下がり眉が特徴で、8時25分などと呼ばれていました。現在も歌手活動を続けながら、画家やジュエリーデザイナーとしても活躍しており、2000年に木村拓哉さんと結婚し、2人の娘ココミさんとコウキさんの母でもあります。工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新し、長年愛用しているフェラーリとのツーショットを公開したことが話題を呼んでいます。工藤静香さんは、私の20代からの愛車の取材を GQ ジャパンウェブにてさせていただきました。まずは前編、とっても美人な愛車です、ぜひご覧くださいと投稿し、黒いフェラーリの車体と紫色のシートに座る自身の写真をアップしました。この投稿に対してフォロワーからは、フェラーリかっこよすぎです、内装の紫がまさにしーちゃん、助手席に乗りたいです、ラインも内装も運転手も美人すぎます、一緒にドライブしたい、美人な愛車と美人な静香さんへになるな、といった絶賛の声が多く寄せられました。工藤静香さんが所有するこのフェラーリは、1994年から1999年にかけて製造された F355 スパイダーで、そのあでやかなブラックボディと鮮やかなパープルの内装が特徴的です。工藤静香さんはこの愛車を非常に気に入っており、とっても美人な愛車ですと愛情を込めて表現しています。このフェラーリ以外にも、若い頃から高級車に深い関心を持ち、ポルシェやランボルギーニなど複数のスーパーカーを所有していることで知られています。夏木陽子、フェラーリ F355。 夏木陽子さんは日本を代表する女優であり、ファッションモデルとしても知られています。1977年に映画空手バカ一代で本格的に女優デビューを果たしました。テレビドラマや映画に多数出演し、暴れん坊将軍ではレギュラー出演など、時代劇から現代劇まで幅広いジャンルで活躍しました。私生活ではギタリストの平野陽一さんと結婚しましたが、わずか9ヶ月で離婚。その後、実業家の山口義晴さんと再婚しましたが、こちらも8年で離婚し、以後は独身生活を続けています。夏木陽子さんは日本の芸能界でひときわ輝きを放つ存在であり、俳優やモデルとして多くの人々に愛されてきました。そんな夏木陽子さんにはもう一つの側面があります。それはフェラーリをこよなく愛する高級車オーナーとしての顔です。特に現在所有しているフェラーリ F355 は、夏木陽子さんの生活において特別な存在であり、その魅力を余すことなく堪能している様子がうかがえます。夏木陽子さんが最初に手に入れたフェラーリは、鮮やかな赤色のフェラーリサンマルチェットオットオントレでした。この車は夏木陽子さんにとって初めてのフェラーリであり、夏木陽子さんにとっての夢の実現とも言えるものでした。このフェラーリサンマルチェットオットオントレは、そのスタイリッシュなデザインとパワフルな走行性能で、夏木陽子さんの日常に彩りを添えました。
フェラーリの象徴ともいえる赤いボディは夏木陽子さんのエレガントなイメージと見事にマッチし、多くのファンから羨望の眼差しを向けられることになりました。しかし夏木陽子さんのフェラーリへの情熱はこれで終わりませんでした。フェラーリサンマルチェットオットオントレを乗り尽くした後、次に夏木陽子さんが選んだのは鮮やかなイエローのフェラーリ F355 です。この車はフェラーリの中でも特に洗練されたデザインと優れた走行性能を誇るモデルであり、夏木陽子さんにとって2代目のフェラーリとなりました。夏木陽子さんはこの F355 を単なる高級車としてではなく、まさにパートナーとして大切に扱い、日々のドライブを楽しんできました。フェラーリ F355 とともに夏木陽子さんは東京から神戸といった長距離のドライブをも楽しんでおり、購入からわずか1週間で 1000km の走行を達成するほどその愛車を使い込んでいたといいます。これは夏木陽子さんがいかにフェラーリ F355 を気に入っているかを物語っています。さらにこの愛車は購入後も長い年月にわたり夏木陽子さんの元で大切にされており、現在でも月に一度ほどしか乗らないにもかかわらず、コンディションは非常に良好であると伝えられています。また夏木陽子さんはフェラーリオーナーとしての評価も高く、夏木陽子さんの名は愛車がフェラーリでかっこいい芸能人ランキングで4位にランクインしています。さらに愛車が高級外車でかっこいい美女芸能人ランキングでも同様に4位を獲得しており、ファンからは大人の女性でものすごくかっこいい、高貴な感じの夏木さんにフェラーリはぴったりといった称賛の声が寄せられています。夏木陽子さんにとってフェラーリ F355 は単なる車ではなく人生の一部であり、長年にわたってその魅力を楽しんできた特別な存在です。伊藤和恵、日産シーマ。伊藤和恵さんは女優、タレント、歌手、そして YouTuber として多岐にわたる活動を行っています。1966年12月7日神奈川県横浜市に生まれ、1978年に神奈和恵の芸名でレコードデビューしました。その後1981年に映画燃える勇者で真田広之さんと共に主演を務め、大映ドラマ不良少女と呼ばれてではガミソリ真子役を演じ一躍注目を浴びました。またテレビドラマナースのお仕事シリーズで大島紗恵子役として多くの視聴者に親しまれました。伊藤和恵さんはその多彩な演技力と身体能力を生かしたアクションシーンでも知られています。2022年には自身の YouTube チャンネルやっちゃえ伊藤和恵を開設し、新たな挑戦を続けています。伊藤和恵さんは1990年式の日産シーマタイプ2リミテッドを30年以上にわたって愛用していることで知られる女優です。伊藤和恵さんとこの車の関係は単なる所有者と車という枠を超え、深い絆と特別な物語を持つものとなっています。伊藤和恵さんがシーマに出会ったのは初めて購入したスポーツタイプのエクサの次に選んだ車としてでした。スポーツタイプの車から4ドアのセダンに乗り換えたいと思った伊藤和恵さんは、最初はスカイライン GT-R を考えていましたが、家族の意向もあり最終的にシーマを選びました。当時シーマは日産の最上級グレードの車であり、バブル経済の絶頂期に500万円を超える価格で販売されていたにもかかわらず人気を博していました。伊藤和恵さんは当初シーマを3年ほど乗ったら売却するつもりでしたが、シーマに代わる良い車が見つからず、そのまま乗り続けることを決意しました。それから30年が経ち、伊藤和恵さんは何度か車を買い替える機会があったものの、常にシーマに戻ってきたのです。10年目にはエンジンの故障が発生しましたが、運よく新品のエンジンを手に入れることができ、その後もシーマとの絆を深めていきました。この長年の愛車への愛着が注目されたのは、伊藤和恵さんが SNS にシーマに関する投稿をしたことがきっかけでした。この投稿がきっかけで日産自動車が伊藤和恵さんのシーマをフルレストアするプロジェクトを開始することになりました。レストアは2021年4月に始まり、約8ヶ月後に完了しました。レストアを終えて伊藤和恵さんはさらに大事に乗ろうと思うようになったと語り、シーマへの愛着が一層深まったことがうかがえます。現在でも
伊藤和恵さんはシーマの定期的なメンテナンスを怠らず6ヶ月点検を行っています。その様子を SNS で共有することで多くのファンの注目を集めています。伊藤和恵さんにとってシーマはただの移動手段ではなく30年以上の思い出が詰まった動くアルバムのような存在だといいます。時は高子、バンデンプラプリンセス。時は高子さんは日本の女優です。1991年に短大在学中に芸能事務所スターダストプロモーションに自ら足を運び所属となりました。1993年にフジテレビ系ドラマ悪魔のキスで注目を集め、以後1995年の TBS 系ドラマ愛していると言ってくれで人気を不動のものにしました。このドラマは平均視聴率が 30% を超え、時和さんは耳が不自由な画家の恋人役を演じました。時和貴子さんはその後も映画や舞台などで幅広く活躍し、2000年の TBS 系ドラマビューティフルライフでは最高視聴率 41.3% を記録する大ヒットを収めました。また2009年には劇作家の長塚圭史さんと結婚し、私生活でも注目を集めました。女優の時和貴子さんはヨーロッパの旧車愛好家として名高く、その愛車遍歴は多くのファンに知られています。その中でも特に注目を集めているのが時和貴子さんが所有しているバンデンプラプリンセスというクラシックカーです。この車は1964年から1974年にかけて製造された小型車で 1300cc エンジンを搭載しています。その豪華な内装とコンパクトなデザインが特徴で、時和さんが所有するモデルには独特の魅力があります。時和貴子さんはこのバンデンプラプリンセスを非常に大切にしており、旧車特有の操作感やデザインに深い愛着を持っています。例えばこの車の特徴的なパチンパチンと押すスイッチや三角窓、そして手動で操作するチョークレバーは時和貴子さんにとって特別な存在です。また後部座席にはピクニックテーブルが設置されており、これもまた時和貴子さんがこの車を選んだ理由の一つといえます。時和貴子さんの愛車遍歴はこのバンデンプラプリンセスだけにとどまらず多岐にわたります。時和貴子さんはこれまでにルノーサンクやアルファロメオスパイダー、2代目赤色アルファロメオアルファ147、そしてシトロエン C3 など様々な車を所有してきました。これらの車は時和貴子さんの個性的なセンスとこだわりを象徴しています。旧車オーナーとしての時和貴子さんは運転に関する多くの興味深いエピソードを持っています。例えば古い車のハンクラッチ操作や一速発進の難しさに最初は苦戦し、エンストを繰り返すこともあったそうです。また速度があまり出ないため目的地に到着するまでに通常よりも30分ほど余計に時間がかかることがしばしばありました。それでも時和貴子さんはそうした旧車ならではの特徴を楽しみ、愛車との深い絆を築いてきました。さらに撮影現場ではマニュアル車を運転できる人が少ないため、時和貴子さん自身が撮影を中断して車を移動させることもあったというエピソードがあります。このような経験を通じて時和貴子さんは旧車との特別な関係を深め、その魅力をさらに追求していったのでしょう。高岡早メルセデス・ベンツ・ゲレンデ・バーゲ。歌手や女優として幅広く活躍している高岡早さん。大女優の一人である高岡早さんですが、穂坂直樹さんとの泥沼離婚をはじめ、布袋寅泰さんとの不倫、勝地涼さんとの熱愛報道など男性スキャンダルの多さも特徴ですよね。高岡早さんは女優としてまだ駆け出しで時代劇も初出演ながら、作品中でヌード姿も披露するなど体当たりの演技で妖艶なユナ、入浴客の世話係で売春を行う場合もあった役に挑み、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、新人俳優賞ブルーリボン賞主演女優賞、高崎映画祭最優秀主演女優賞、キネマ旬報ベスト10主演女優賞、報知映画賞主演女優賞など、めぼしい賞をほぼ総なめにしてしまうほどの圧巻の演技で女優として大きくステップアップしました。そんな大物女優は中古車価格1000万円以上の高級車
メルセデス・ベンツ・ゲレンデバーゲを愛用しています。梅宮アンナ、メルセデス・ベンツ CL600。 昭和を代表する俳優の梅宮辰夫さんとアメリカ出身で、元モデルの梅宮クラウディアさんとの間に生まれ、ハーフのファッションモデル、タレントとして活躍中の梅宮アンナさん。テレビのバラエティ番組を中心にドラマや CM にも多数出演し、著書の出版や写真集のリリースなど幅広い活動で大人気です。芸能界でも著名なセレブ一家である梅宮一家の娘として活躍してきました。年齢を重ねるたびに顔つきが父親の梅宮辰夫さんに似てきている点も注目ですね。セレブな芸能一家にふさわしい高級車、メルセデス・ベンツ CL600 を愛用しています。松島菜々子、ポルシェボクスター。夫の反町隆史さんと共に役者として大成功を収めた松島菜々子さん、何歳になっても美しいルックスを保っており、幅広い世代の女性が憧れているでしょう。愛車はポルシェボクスターと言われており、高級メーカーのポルシェらしく、新車で最大1000万円は必要になるほどの高級車です。いかがでしたか？多くの女性芸能人はその華やかな生活とともに高級車にも乗りこなしています。彼女たちの成功の象徴としてこれらの車は一部となっていますね。今回はそんな高級車に乗る女性芸能人たちをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をしていただけるととても嬉しいです。またコメントを残していただけると次の動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。